それでは今回最後のコーナーは K、こちらは、K オブフューチャー謎に包まれたアニメ K についてリスナーさんの皆さんからこうなんじゃないか、こうなったいいなという妄想予想を送ってもらうコーナーです。そういう感じ感じなんだね。はい、ケーム、キヨさん、女性です。歌だよ。え？えじゃねえし、えじゃだとしたらえじゃねえし。そうだね、多分宮野さん悪くなかったと思った。福山さんが首から下げてるヘッドホンを装着すると、お茶ほわーって聞こえてくる。勝てねえな。それを中村と取り合うと。お茶ほわ、これ多分1話の時の1回第1回のラジオの時のあれだ。堀江さんを応援する人がテンションが上がりすぎてお茶ほわーってやったのを小野さんと津田さんと俺と3人で第1回でやりすぎて、やったの。なるほどね。津田さんが言わなそうだなと思ったら一番叫んでて、なんていい人なんだ。津田さんね、津田さんの株がパーンって上がったっていう、ね、っていう思い出があります。なるほどな。あのヘッドホン何が聞こえてくるんだろうってことだね。この子何聞いてんのかしらね。なんでしょう、ラップとかですかね。おー、ジソランラップ え、わかんないよ、クレラップかもしれない。ニューの方、ニューの方。ラップってなんだろう。昔アサヤンの主題歌歌ってた小室プロデュースのヒップホップメンバーみたいなんだけど、一人後ろで太ってる人がこうやってやってるんだけど、この太ってる人は何もしないじゃんって言ったら横にいた兄がバーカ、これ DJ だよって言われて、なるほど、だから踊んないんだってスクラッチしてたわけですね。そう、そうね、そうね、確かにヒップホップですよね。 B-boy みたいな格好して、ね、そうだといいよね。でもこれつけたまんまスケボーすると激しく危ないんで、激しくただでさえ危ないスケボーのリスクがさらに高まるって。ちゃんとして、ちゃんとする、ちゃんとしよう、ちゃんとして、ちゃんとして、ちゃんとして。沢城さんはちゃんとしすぎちゃうから楽になる瞬間が1分でも増えればいいなと、なんか本当にすいません。僕どうすればいいかな。大丈夫大丈夫、なんとなくそこまで入り込んじゃ逆に悪いから。なんかちゃんとしてくださると多分私も伸び伸びできる、その遊びみたいなものがこうできると思うんですけど。よし分かった。よし分かった。そのよし分かった。その後でやってもらっていいかな。その間すいません、なんかすいません、メール行ってもらっていいかな。なんかすいません、そのやり取り。じゃあもう一枚いきますよ。ケームケイロスケさんなり、はい、女性の方です。宗像玲子さんについての妄想なんですが、須藤さん、まあ、津田さんにボコにされて、鼻血が出てる姿見たい。それを、ちゃんまもが鼻で笑って、ちゃんまもが笑い、はいはいはい。サルマモが笑い、これは、セリさん。あ、天島さんか。セリさんだね。呆れた目で、欲しい。呆れた目で見てほしい。いや、私助けると思うよ、すぐ。そうね。うん。そうね。鼻血を出してしまう。綺麗な顔出しなのに。うん。あ、そういうなに、願望があるの？女性の方からのね。女のリョナ好きみたいなのが来たんだな。なるほどな。何好き？あ、なんでもない。そういうなんかこうキャラクターがピンチに陥るとか、なんかこう倒されるみたいな状況が好きな人が世の中います。好きな人なのに？だから、たまに、あの、バトルものとかが、女同士が戦うとか、あれが流行るの、そういうことらしいな、どうやら。ごめんなさい。どういうことだ？なんか戦って、苦悶したりとか、倒されたりとか、その状況が好きな人が多いんだって。あ、シチュエーション萌え？そうそうそう。それ魅力的なんだ。そう。その、頑張ってる姿が、こう、ボロボロになりながらも。苦しんでる。耐えてるとか、頑張ってる姿がいいっていう。M なの？どっちなんだろう？見て、それを見て、楽しんでる。素敵だって思うのは S なの？ S なの？どっちなんだろうな。両方取れるかもしれない。SM なの？ SM、一人 SM。はい、もう一枚行きましょう。ゲーム、M6 さん女性です。KR の第1回目で津田さんがお絵描きをしていたことが発端となって、アニメ K のエンドカード、あるいはアイキャッチが声優さんが描いたビジュアルになることが決定してしまうという妄想を考えてみました。やん。無理無理。描いてないよ。エンドカードやアイキャッチあるかどうかわかりませんが。みんな描いたの？なんでかね、描いてんの。あ、自分の絵を。描きますか？シャンマも描いてみなよ。描く？うん、なんかこのページの人たちが全員うまいんだよ。うまいんだよ。あれだね、前回かな、桜井兄と堀江さんと福山さん、みんな、あの、桜井さんすっごい絵心がある。桜井さんってこんなに絵心ある方だって私知らなくて。昔似顔絵を描いてもらったことがあって。確かにこれは見せたいですね、そのお客さんに、ね、堀江さんの画力もかなりあって、描き慣れてるんだよね。なんか絵、そうそうそう、絵を確かに描き慣れてる人
悪かったですね、書き慣れてなくて。これだってそうだ。出た。書き慣れてんのは別のもんだ。いや、杉田さんはだって上手に書こうとしてる気がないじゃない。黒白。沢城さんは上手に書こうとしてこれだから。黒白みゆきが出た。何？あ、すいません。いや、納得がいくまで聞こう。多くの人はそれで逃げちゃったりとか、うん、諦めてしまうけど、俺は沢城さんは諦めない。なんだろう、私たち結婚する前提なのかな。なんだこりゃ。でも確かに貯金ね。貯金してる。俺は諦めないぞ。うん、ええ、うん、何の話題でしたっけ。どうしたの、どうしたの。まず深呼吸しようか、ね、自分で言ってたはずじゃないました。おい、ちょっと待てよ、イチャイチャすんなよ。なんだこりゃ。俺が絵描いてるさ、沢城さんどうしちゃったの。イチャイチャすんのやめてもらっていいかな、今日鼻が出るんですよ。いや関係ないしそれ。どうしたんすかそれ。どうし、お茶を濁すか。ちょっと待って、ちゃんとお茶を濁す。俺自分で持ってきた棒を食べた方がいいかな。チョコ、チョコ食べて、うん、宮野さんちなみに、あ、ダメだ、鼻かねえですか。はいはい。宮野さんはちなみに、絵とか描いたりするんですか。絵とかあんま描かないですけどね。すごいなんか、自分のライブの T シャツとか自分でデザインしそう。いやー、いやー、しないですよ。しないの？できないので、うん、あだこだ意見は言いますけど。なるほど。漫画の絵とか普段描くですか。あんま描かないですよね。でも見る限り上手ですけど。ね、構成から、今まで描かれた皆さんのイラストですが、100ビジュアルに入れるのは何なんで、マイナスにナンバリングして、どこかに収録とか公開とかしましょうかっていう意見が大人たちの間で出ております。どこの大人だ、どこの大人だ、ね、前方の大人か。やるときはちゃんと、許諾を取りましょうね。よく僕らフリー素材にされてしまうから。すぐそのなんかこうね、例えば俺が描いた宗像の絵と俺の宣材写真を合成させるとかね。ひどいね、それひどいね。ダメだよそういうことしたね。これマイナスってどういうことだ。ホームページ上で100ビジュアルって言われるなんかこう、あれすごい、100個も更新するわけ、ね、すごいよ、ね、すごいよ。それに数えるよりはまあマイナスっていうか、それは100以上増えるってわけだから。え、マイナスにしたら減りません。いや、一応番号としてってことだ。マイナス101番ではなく、マイナス1番として数える。なるほど。うん。ってことじゃねえかな。なるほどね。シャンマもどうだい？できたよ。早いし、うまいし。ふき。なるほど。福山さんと同じ方向性を感じる。あ、そうだね。うん、誰かに振るとしたら、じゅんくんかもね。はい。美咲に対する時の、はいはい、伏見です。そうだね。普段の伏見じゃないね。いい感じに並んできたな。じゃあこれが公開されるかどうか未定ですかね。そんな感じだね。以上、警護フューチャー KF だよ。チャンネル登録をお願いします。 PC の方は右下アイコンをクリック、スマホの方は下のチャンネル登録をクリックしてください。